これ何が入ってるんですか、きなこバター。いっちゃいましょうかね。はい。きなこクリームスパゲティです。美味しいです。きなこしてない。食べるんですけど。今日は皆さんに名古屋のスーパーファンキーな喫茶店をご紹介します。その名も部長コーヒー。ここのインスタを見るととにかく怪しい。喫茶店ですか？以前このお店で出しているというきなこバターをプレゼントでたまたまいただく機会があったので、インスタに味の感想を載せたら、おそらくこの人からコメントが。ということで今日はお邪魔してきました。私は入れるでしょうか。でも結構当たり前なことばっかり書いてあるし、人気店だし普通にせれば大丈夫でしょう。店内退屈しません。見てるだけで楽しい。出た、結構きなこきなこって書いてありますね。店長の堀志乃さんにお話を伺いながら、私がどうしても食べたかったメニューをいただくことに。この堀さん、とってもお美しい方なんですが、出されるメニューに対する熱、そしてきなこ熱も、もしかしたら私以上にメラメラです。もうインスタで見てたんですけど、このお店ぶっ飛んでるじゃないですか。ぶっ飛んでるんですよ。なんかね、G がいるっていう風に書いてあったんですけど、はいはい、あれ何なんですか。あれは店の前にいるおじいちゃんが夜な夜なインスタを上げてます。あの人が上げてる。あの人が上げてる。あの人が全部上からになる。そう、うん、ね、後から紹介しますね。あ、いいんですか。はい。喋れるんですか。時と場合によりますけど。分かりました。心で、はい、すっごいメニューがあるんですよ。なんかモーニングとかもいっぱいあるし、はい、ランチもやってるんですよね。ランチもやってます。私もめちゃめちゃやってます。やってるね、いっぱいあるんですけど、この部長コーヒーっていうのは、はい、何なんですか。一体自家焙煎のコーヒーがもともと売りは売りなんですけど、とにかく苦いです。苦いけれども、木豆時と焙煎時にあのハンドピックって死に豆があるんですけど、それを取り除くことで後味がすごいすっきりしたコーヒーっていうのと、あとスペシャリテの小倉ときなこバターが大人気なんです。大人気。食べるしかない。食べていただくしかない。それがやっぱり他と違う。他にはないと思います。いろんなメニューとかも面白いメニューとかあるんですが、はい、基本的にはあの体に優しく、あの美味しくっていうのがあのうちのモットーです。楽しみ、はい、食べていただきたいです、ね、聞きたかったのが、はい、なんできなこなんですか。美味しいきなこ屋さんを紹介していただいて、もうこれはうち扱いたいと思って、そこからいろんなきなこバターそのままきなことか、あとあのパスタできなこクリームスパゲティとか日替わりでやってるんですけど、それがすごく美味しくて、美味しいんです。なんか木をてらったものではなく美味しいんです。食べたい、うん、食べていただきたい。早速ここにしかないメニューをいくつかいただきます。名古屋のモーニングに来たら小倉トーストっていうのがあるんですけど、それでもなんかきなこバターの熱烈なファンの方とかすごく多いです。実際どっちが美味しかったかって、皆さんきなこバター最近買ってます。はい、これ何が入ってるんですか。きなこバター、あのきなこバターにザクザクとしたのは入り大豆のクランチが入っています。で、こっちは小倉に、はい、生クリームが乗ってます。はい、あ、すごいリッチ、もるもるめっちゃ乗ってますけど、甘さは天才糖と蜂蜜を使ってるんですけど、きな粉の甘さが引き立つようにそんなに使ってないです。きな粉だけでも、きな粉だけでも美味しいですもん。ねえ、これめっちゃうまい。こんなに乗ってると思わなかったです。たっぷりですね。たっぷり。本当にすごいな。どうやってスプーンで。はい。みんなどうやって食べてるんですか。オブラと生クリームをネチャネチャとして、あ、こ生クリームをこうなんて言うんでしょう、あのこう鳴らして、あ、そうですね、そうですね、っていうのが食べやすそうではありますが、あんこだけでも本当に砂糖もすごい控えめで、うんうんうん、あ、こういうの大好きです。もう、はい、もう素材の甘さだけでいいって私は思ってるので、うんうんうん、嘘っこな味がしない小倉はあの天才とか
天才糖とかを使ってしまうと、うん、逆に甘ったるくなってしまうので、うん、キリッとした甘さの白砂糖を使ってます、うん、それでも、うん、一般的なあんこよりすごく控えめな砂糖、うん、なんかこっちとすごいコントラストがありますね。ありますか、うん、よかった。なんかちょっとあっさりで意外にあっさり、はい、結構もしっかり、ね、こってりしますもんね。最高です。これにうちのとにかく苦いコーヒーとよく合うので、瀬子さん飲んでいただきたいです。私苦いの大好きなんですよ。あ、本当ですか、うん、すごい苦いですよ。そうですか、はい、こんなに苦いコーヒーなかなかないって言われるぐらい苦いです。焙煎が深いというか、苦い、苦いでしょ。苦いけど苦い、美味しい。本当ですか。苦いの好きな人は美味しい。あ、そうですね。10人中10人が好きっていう味をうちは出そうとは思ってなくって。で、これもセットのソフトクリーム、はい、はい、きなこがけと、きなこがけです、真ん中にもたっぷり入ってます。真ん中にも入ってます、はい、あ、本当だ、真ん中に入ってますね。いや、私見たときに、うん、あんまりかかってないのかなと思いきや、そうなんです、中にかける、これ大事なんですよ、ね、そうなんです。上にかけたら落ちる、落ちる、はい、ソフトクリームときな粉をこう混ぜていただくと美味しいんです。こまったりとして美味しいので、だから真ん中、もうサービス精神は食べていただいた後に気づいていただければいいと思ってます。食べる前じゃなくて、この量ないといけないんですよ。この量ですよね、ですよね、うん、そうなの、そう、きな粉を食べていただきたい、うん、きな粉、そうなんですよ。口だけ絶対欲しいですよね、その量絶対欲しい、うん、そうなんです、ね、そんなのないんですよ、でもほとんどきな粉かけりゃいいと思ってね。かけてもいいですか。はい、きな粉の手前、きな粉の、うんうんうん、いっちゃいましょうかね。はい、クランチです。なかなかないですよね。なかなかないと思います、ね、うん、聞き方でこんなにも味が違うんかっていうぐらい違いますよね、きな粉とね、入り大豆、うん、お待たせいたしました。何でしたっけ。きな粉、きな粉クリームスパゲティです。美味しいです。粉してない、してない、ポルチーニだけのようなコクが出てものすごく美味しいんです。たまにしか打ち出さないんですけど、日替わりなので、うん、リクエストがすごく多いです。食べていただくときな粉の可能性を感じます。本当ですか、はい、まさにそのきな粉の可能性を探求しているのが私なんです、ね、ですよね。はい、何味なんだろう。きな粉味だよ。きな粉味なんですけど、でも私たちが知ってるきな粉味じゃない。ない。うん、きな粉味です。きな粉ですよね、うん、クリームとめちゃめちゃ合いません、うんうんうん、きな粉って乳製品と本当に仲良しで、ね、クリームソースにきな粉が入ってる、はい、はい、あと野菜をコトコト煮たシンプルなソース使ってるんですけど、きな粉の美味しさだと思います。美味しいですか、うん、いいんだ、よかった。あ、なんて言ったらいいんだろう。めっちゃうまい。美味しい、よかった。語彙がない、語彙が。よかった。語彙がないね。うん。うん。何これ。語彙がない。特にきな粉好きがリクエストするっていうよりかは、もう食べてシンプルに美味しかったからリクエストしてくださる方、うん、私も好きだから言うけど、はい、入れすぎたら美味しくないんですよ。でもこれはなんか全然違う味が、よかった、悔しい、よかった。餅入ってるからなんか伸びるって聞いたんですけど、はい、伸ばしてみてもいいですか。はい、ぜひぜひ。伸びるのかな。あ、なんか、あ、どうすんの、あ、どうすんの、どうしたらいい、たら立ちましょう、立ちましょう、立っと、あ、そんなにうまくできない、あ、でもすごい伸びる、伸びる、あ、どうしよう、あ、どうしよう、良い子が真似したいやつ、あ、もう伸びるんですけど、伸びる、伸びますよ、ビヨンビヨン選手権優勝ですよ、あ、優勝ですか、優勝ですよ、なんかでも独特な伸び方してますけどね、ねえ、これ以上私161センチだ、あ、すごい、すごい、すごい、やめます、すごい、うん、あ、また伸びちゃう、うん、立ちますか、誰も立たないで
お餅入ってないんです。入ってないです。初デートでは食べるなよっておじいちゃん言ってます、いつも。ドイツ産のモッツァレラチーズが本当にこうもちもちとした感じで面白い食感ですよね。海苔がいい、海苔がいい。この海苔も味付け海苔、ひまか島っていう愛知県のひまか島があるんですけど、そこの海苔が一番、いろんな味付け海苔試したんですけど、これが一番。他だとやっぱり上品すぎたりとか海苔感強かったりとかするんですけど、もう間違いなくこのひまか島の海苔が最高に合うんです。高いんですけど、高いんですけど、本当10人中、まあ、半分ぐらい、そしてあの10人中 2,3 人ぐらいがまた飲みたいと思っていただけるもの、コーヒーだけじゃなくて全てにおいてそうなんですけど、10人中10人好きな味ってつまらんくないですか、うん、そうですね、ねえ、うん、ここしかない味っていうのを私たちはなんか求めてます。なので、ありがとうございます。私もやっぱり、はい、YouTube とかも見られたいって思うけど、はい、マスの人になってしまったら面白くないですから、うんうんうん、だから本当にニッチな人と行けばいいと思って。そうですね、本当にそうなような気がします、ね、うちもなんか、そう、分かります分かります。その狭間にいますよね。だけど魂は売りたくないですもんね。そう、ね、本当そうです、そうです。こだわりを表現し続ける店、部長コーヒー。体にいいものを提供している割に、この店への中毒者が多いのは提供する側の思いの強さのせいではないでしょうか。名古屋の駅からも近いこのお店、ぜひ行ってみてくださいね。今日もありがとうございます。またね。